竹内が400試合出場という節目になりました。相田コートゥーのポストアップ、こっちもブロックしますね。ブロックしました。1月の誕生日が来ると竹内選手は39歳になります。石川入ってきた、いいアタックですね。はい、まあ、先ほど斉藤さんのお話しました三遠戦が3が入らなくて苦労しました。トンプソンに預けてもう一度もらう、手渡しのパスからもう一度トンプソンミドル、いいですね。この位置は沈めてくるトンプソンです。得意な距離ですよね。はい、ここはイカルガがボールコントロール、フロントコートに入ってきました。もらいに来たのが13番の渡辺博則、その渡辺がとチッチボールで来た、ファウルを止めます。これで宇都宮が4つチームファウル。ガバエントスに対峙するのは高島、もらった星野から飛ばしてトンプソン中に入ってきて、星野この位置から打っていくミドル決めた、よくやりますね星野京介です。一回ねこう体に道を作っていくんですよね。40秒切った、これはドンリーのカッティン、いいプレーですね。アバリエントス出すコーナーからのスリー来ました、いいですね、いい形でしたね。星野ニュービルです、これは終始ボールになりました。そこをあえて攻めるっていうのも一つの手かなというふうに思いますね。ボールを失わなかった信州、マッチです。マッチから狭いところを通してきましたトンプソン、これがね信州はあまり良くないオフェンスになるんですよね。ホイッスルなし、ノーファール、いいしましたね、ノーファールです。信州ボール、ファールありました、ファールを止めました。石川ここからミドルジャンパー、いいですね、来ないですね。前節三遠戦が15分の1だったスリーポイント石川海斗、今日はもう2分の0、あっとこれは信州のボールになりましたね。石川のアタック、そしてよく通しました、ね、沈めた、いやよく通しましたね、難しいとこだったですけどね。石川のアシストでした。星野のスリーリング、ね、もう一度自分のところに帰ってきた、これよく通しました、ね、もう一度トライ、これは沈めてきました、いきましたね。アタック石川、今日はスリーは来ていませんがこのアタックで沈めています。マッチどうする、秋野のスリーは来ない、よく思いますね、これはうまくフォローした、よく行きましたね。あまりこう確率のいい選手ではないんですけども、2本来てるので今日あるかもしれないってちょっと僕も思いますよね。そうするとやはりこうどんな形で前半を締めくくんでしょうか。石川海斗スリーを打ってきた、ここで来ました、石川海斗のスリーポイントを沈めてここで前半終了。先ほど前半の終了間際に石川海斗がスリーポイントを沈めて、それが今日初めての成功だったんですが、よく守ってますね、守りました信州です。なのでここのディフェンスをどれだけこうチーム全体としてギアを上げれるか、はい、それは一つ大事な場面かなと思います。もらった遠藤ですがボールが手につかない、信州のボールになりました。ただ悪くないという斉藤さんの見方、トンプソンのスクリーン、そのトンプソンへここから打っていく、得意ですよね。アバリエントス、星野、それから小玉、マッツ、そしてドンビーです。アバリエントスの3来ました、よく入れましたね。アバリエントスからマッツ、おーこれは沈めてました、ましたね、マッツの3、星野に対して絡んでいくのが比江島です。ここから打っていく星野、沈めてきました、いいですね、はい、そしてホトゥーの3、ホトゥーも3はほとんどない選手なんですが打ってきました。ニュービルが入ってきた、ブロックしますね、松のブロックショット、ここからちょっとテンポ上げたいですよね。走ってるのはアバリエントス、リズムが出てくると面白いなというふうに思いますね。トンプソン、サイモン匠、3いい、ね、来ました、来ましたね。まあ、ただディフェンスとしてもそんなに悪くはなかったですよ。最後の秋野選手のところでも、よくやってたと思いますし、キャッチアンドショット、来ましたね、来ました、2本連続サイモン匠、なのでその動きを作れてるのは信州としてはいいのかなと思いますね。
2本目のスリーです、サイモン。これが1発目ですね。あ、失礼しました、はい、これが1本目で、これが2本目ですね。あ、そうですね、はい、石川です。石川からトンプソン、トンプソンの前にジェレット手を伸ばして、いいですね、ボールを使ってバンクショット。ショットクロックは4秒。落ちる、いいです、ね、しかし待つ、よく頑張りましたね。ここは粘り強くいきました。最後からマッツ、マッツ来た、ね、マッツのスリー来ました。2本目ですね。明日もゲームある信州、なんとか コーナーの小玉来ました、いいですね、よく入れましたね、コーナースリー、小玉太一。